続いて、1歳の息子がいますモンテッソーリー教育ってどう思いますか現在、息子が、えー、登園している、えー、カンパソンする保育園を転院するかも悩んで息子がいますがあ、なるほど、モンテッソーリー教育はでも一定の効果が多分出てると思うので、いいと思いますけどね。いいと思うんだけど、カンプ摩擦はどうなんだろうな。あのね 寒風摩擦するぐらいだったら、僕だったら冷水を浴びますね。あの、冷たい水をガバッと浴びると、特にこの首の後ろとか冷やすことによって、あの、褐色脂肪細胞が、えー、活性化して、で、結果何が起きるかっていうと、免疫力が上がったりとか、脂肪の燃焼効率が上がったりとか、もういろんなメリットがあるんですよ。だから、体を冷やすときにカッと冷やす。カッと30秒とかいいんですよ、冷水で冷やすっていうのは、確かに意味はあります。ただ寒風摩擦に意味があるかって言ったら、うーん。 どううかなーって思うんですよねなんか科学的な根拠のレベルで言うんだったらカンプ摩擦よりかモンテッソーリ教育の方がはるかにいいのでどっちか選べって言われたら僕はモンテッソーリーの方にあの入れてあげると思いますけどね。はい、カンプ摩擦ね意味あるかな僕もやったことあるけどあ,あんまり意味ない気がするんだよね。うーん 教育って結構難しくて、子供が大きくなっていくときって、やっぱりう感じ性が豊かなんで、いろんな情報を吸収しちゃうんで、果たしてそれはモンテッソーリー教育が良かったのか、他何が原因なのかってことを見るのすごく難しいので、断言はできないんですけど、科学的にはね。ただ一応参考になる本としては、えー、ポール・タフさんの成功する子、失敗する子って本なんかは、えー、結構いいと思うんで、これなんか見てもらってもいいかもしれないですね。あとは、えー、っと子育てに関するですね、動画とかを実は僕、あのディ b の本で出しまして、来月も一応やるので、もしよかったらそちらの動画も見てもらうといいかなと思います。子育てに関しては 親がやってはいけない行動って結構明確になっててこれやると子供ぐれるぜみたいなえ行動っていくつかありましてえそれを紹介した動画がこちらですねこれやったら子供がぐれるそ育てノット・トゥ・ドゥ・リストです、ね、無料体験で、ね、見れますので概要欄にも入れておくんでよかったらチェックしてみてください。はい、概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できますぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ